秋田から福島にやってきました。RV パーク会津三郷。超雨でございます。秋田から福島までやってきましたが、RV パーク予約したのに、あいにくの雨です。やむといいですね。では、三郷です。はい。お疲れ様。ええー、疲れ。うまし。うまし。お昼食べてないもんね。秋田から福島まで弾丸で来たからだ。うん。お腹が空いてしまいました。うん。ものすごい確率の遭遇。うん、めったにないよね。うん。めったないね、うん、前に住んでた近所の方でワンちゃんを飼ってる方でキャンピングカーを乗られてる方がいて何回かご挨拶はしたことあったんだけど、まさかのこの RV パークで再会するっていう。本当だって今日この日のタイミングだね。うん、帰る今日はねお会いできたのが嬉しくてね、お酒が進みます。いやだってほんとまさかだよ。まさかだよ。こんなことあるってぐらいだからね。お互いそう言ってたよね、うん、なんか偶然的なものあるね、うん、クアタロペラスのキャンプ場の方は我々が前住んでたところの近くにお住まいだったんでね、うん、またクアタロペラスも行きたいな。行きたい。キャンプ行きたいね。あばれる君が今見張ってます。今あばれる君が暴れてる最中。ニクちゃん年齢してない。RV パークに行く予定はなかったんですよ。今回の旅はタフマル君をですね持ってこなかったんです急遽ね RV パークに行くことになりまして、料理したいねというわけで買いました。急遽キャプテンスタックのカセット式ガスバーナーコンロ、トレッカー。まあでももともと欲しかったんだよね、ちっちゃいやつはね。今日がその日だったってことで、うん、そうそうそう、箱ついてんですよ。かなりコンパクトでいいんじゃない？うん、いいね。福島のダイユー8で買いました。早速これをですね、使います。惣菜と惣菜で合わせてチャーハン作ります。これを買った理由はですね、お得が結構広かったんで、うん、こうやって、ほら、ガス持ってきます。これガスね、セッティングします。これ。回しすぎたんだね。チャーハンを作るんですけど、惣菜、チャーハン。惣菜、卵とエビの炒め、これを掛け合わせてさらなるチャーハン、卵も追加します。じゃあやっていきます。これもう食べないよね、うん、いい油があるから。あ、そう、食べる、うん、だいぶ男飯になってきたな。これね、うわすげえな、うまそうじゃん、うん、これ入れます。うわほほ、男飯。どうすかこれ。すごいでしょ。手軽でいいかも。いいでしょ。それっぽい惣菜を2つ組み合わせて、スーパーチャーハンに変わるんだ。リベイクみたいなもんだ。そうそう、リベイク。リベイクなのか、リベイクか。リベイク、何投げかけんだよ。チャーハンってさ、卵が多いと嬉しくない？ああ、いいね。まあ、ちなみにこのフライパンも今日買ったんです。うん、フライパンもちょっと買っちゃいました。めちゃくちゃチャーハン、もうチャーハンっていうか卵じゃん。さっきのニンニクの芽みたいなやつの油も中華だしになってるはずだから、うん、ちゃんと美味しいチャーハンになってると思いますよ。うん、いただきます。どう？活かしてます。マジで？これうまい。もうね、ふんわり。ほぼ卵。うん。美味しいでしょ？うん、うん。うまいな。うん、うまい。止まらなくなった。止まらないでしょ。まあ、こんなにね、卵はいいやっていう人にはね、僕のおすすめとしては、チャーハンに、レバニラとかやってみたらどうですかね。提案。美味しいと思いますよ。うん、でも誰かが作った惣菜をアレンジすればいいのでね。ごちそうさまでした。お肉の時間です。牛豚盛り合わせ980円。税込み1059円です。どれが牛でどれが豚か分かりません。どっちが牛かどっちが豚か分かんないんだけど、これは牛な気がする。これ豚っぽいな、うん、
これ最後、うん、3匹の子豚車旅クラブの会員カードを提示すると少し割引になるんだよ、うん、だから車旅クラブ入ってる人はカード提示するとお安くなりますよ、うん、ホームセンターに行けばね、うん、いつ何時でもキャンプ用品は買える、うん、それが日本今日の夕食はこれで終了ですごちそうさまでした。ごちそうさまでした。相変わらず茶色い食卓です今日はちょっと風が強いね。ソーセージと目玉焼きです。毎回これです。いぶりがっこが入ってるのかしら。そうだと思うよ。なんか燻製の匂いがするもんね、うん、なるべくあの風をさ、うん、風貌青森で買ってきたリンゴジュース、健康的な飲み物と健康的なご飯、だいぶ出来上がってきました。でもまだ風に火が煽られていつもの調子が出ないです。もっとジュージュー言わないとね。ソーセージはジュージューだよね。これはなんか限定米だから。え、秋田？秋田の秋田限定米。あ、美味しい、うん、あ、美味しいな。これチーズが結構入ってんね、うん、汚ねえ、これ汚ねえぞ、これ終わった。お米もさ、甘みすごくない？たけるくんで炊いてこの甘みだよ。なんかすごいいい炊飯器で炊いたらめっちゃうまそう。はい、ごちそうさま。アメヤコイーサのマンデリン、これいただきます。これ連泊してもいいかな。本当、拠点にね。会津若松を観光するのカツ丼食いたいし、うんうん、馬刺しとかほら買って車の中で食べるとかできるじゃん。やれるやれる、余裕でできる。どうぞ。はい、モーニングコーヒーいただきます。はい、うん、これ美味しい。美味しい、うん、旅も終わりですな。ナスですな違う違う違うここは福島ですよ。福島ですな。すいません、ありがとうございます。犬と一緒に旅をしている動画をやってます。ありがとうございます。お、
いいですね。あ、目立ちますね。ヤヤ号みたいな。まるで我々がアルミパークを開設しましたみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ新しいんですもんね。やっと1年過ぎたくらいです。ああ、はいはいはい。今日ね、たまたまここに泊まられてる方が、我々の栃木に移住したんですけど、その前までは埼玉にいたんですけど、もう家の近所の方だったんですよ。よく見かけた方が一緒、まさかの偶然ですね。こんなところでお会いすると、キャンピングカーも乗られてて、ちょっとこれから車内を撮影させてもらおうと思ってそんな交流もできてます。内容を作ったんですけど。あ、本当ですか。インスタもやってらっしゃったし、ツイッター、あとフェイスブックもですよね。SNS でどんどん囲い込みをされてます。いや、でも本当高企画だからね。高企画。シャワーが本当男女分かれてるのはすごくいい。すごい、うん。めちゃくちゃいい。トイレの数もね。トイレの数もいい、うん、あるし、まあ、新しいですね、やっぱね。すごい綺麗。太陽光が上げて蓄電池と EV の充電、災害があった時の、うん、もう避難場所ではないんですけど、あ、なるほど、キャンピングカー来ても電源も使えますし、うん、遮断されても太陽光であったり蓄電池、うん、EV 車を持ってきて、はいはい、はいはい、なるほど、はい、トレーラーとかもね、入る大きさだし、ダンプステーションもちゃんとあるし、うん、はい、トレーラーだけをここに置いて、まあ、一般車の人のための、はい、まあ、それもいいですね。これだけあるもんね、うん、グランピングみたいなもんだね。ね、本当だよ。連泊したくなる。連泊して食べ歩きができる。いいです。ちょっとまた本当期待です。すみません、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はいはい。見てる。はい。可愛いね。顔は意外と濡れるとシュッてしてる。ああ、そうですね。別の犬になっちゃうやつですね。なんていう犬種なんでしたっけ。ノーリッチテリア。でも日本語だとノーリッチ。ああ、そうなんですね。広黒クレート2つ置いても、ね、この余裕さだもんね。うわ、広いな、やっぱワイドは。カーインテリア高橋さんのリラックスワゴンインフィニティは冷蔵庫もでかいな。これ40リットルぐらいあります。45か。やっぱ広いよな。広いけど物を詰めちゃうんで。ワンちゃんがいますとね。ギャレーがここなんですね。開けると中にシンクだけあって、はいはい、カーインテリア高橋さんは中で火使うと危ないからって言って、IH が。ああ、そうなんですね。おお、また出てくるんだ。で、ここで置いてやる。置いてやるみたいな。このベッドサイズがもう横幅全部取ってますもんね。これ今置いてますけど、なかったらもうこれ全部ですもんね。引き出して、で最長これを、あ、なるほど、これでベッドサイズって190あって、さらにここがあるんですよね。これはね、すごいですよ。これが欲しいんですよ。足下ろせるのがいいですね。うん、もうないもんね。うちはだからベッド展開しなくても2人寝れるっていうのが、いやー、それは本当そう思う。うん、それはそう思う。このクレートをシンクの上とこっちの台の上に置いちゃえば、うん、ベンチ2つできるので、うん、そのままでも寝れるっていう、うん、ちょっと上がってもいいですか。大丈夫。ワイドサイズの高さをね、背がね低いから、そう、我々は余裕、もう勝手に人様の車にお邪魔してなんか快適ですわ、え、すごい余裕だよ。いや、全然余裕。この状態でこうやって座ればいいんですよね。テーブル置けば、うん、すごいなこれはいいよ。ベッドですか。うん、除雪のベッドにしても足が置けるっていうのがやっぱりすごく魅力で、うん、見てよ、もうこのくつろぎ方、くつろぎ方、まるで自分のでもこうやって横に座るのがすごくやっぱできるのがいい、うん、このまま居ついちゃいそうなんですけどワイドいいな、うん、この辺取っちゃえば横で座るようになってるんですね、うん、あー、シートベルト隠してあっていい、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、アネックスのリコルソと一緒だな。そうかもしれない。ここやっぱ証券のいいな、ここに冷蔵庫あるのもいいしね、うん、一歩入んないと届かないんですよね。我々一歩どこじゃないです、後ろだけこことかについてるやつもあります、あります、そう、いいですよね。そうするとなんだろうなって思います。特にキャンプ場行った時いいですよね。いや、ありがとうございます。すいません、もう居ついちゃって、うん、このまま乗ってくって言いそうだよね。途中でポイってポイってポイってしてくださいさあ拾っていくっていう、ちょっとなんかつながりいけそう、ほ
ぼいけてる。ああ、ほんとだ。ほぼ背ちっちゃいからね、うん。これだったら全然着替え楽だね。ああ。全然余裕だよ。広い。ワイドやばいね。広いからさ。そうそうそう、開口も広い ね。風がすごい入る、ね。そうだね。高さが今、マックスファン 2.23 だから。なるほど。なので、2.3 以下なら、そうですね。だいぶ多いんで。うんうん。めちゃくちゃ近いところに住んでましたからね。前あれですよ、シャトレーゼでもニアミスしたんですよ。近所の人じゃない。そうそうそう。ちょっと美味しいところの情報交換しましょう。いや、見て出てる。もう食べるの大好きなんで。この厚み、これでしょ。そうそうそう、これすごいですよ。ね、これすごいわ。オッケー、じゃあそろそろ行きますか。そうだね、はい、10時。じゃあ、猪苗代湖を気をつけていってらっしゃい。はい、またぜひお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。あ、じゃあね、ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来ますね。はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。いい人だ。めちゃくちゃいいとこじゃん。めちゃくちゃいいとこだ。せっかく福島に来たのでね、喜多方ラーメン、すごいよこれ、湯気が、湯気すごい。ただいま帰ってまいりました。2024年ゴールデンウィークの旅、今回は全走行距離 2187.7 キロでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。